やおいこんで男性キャラクターに噴する女性。コスプレやクロスプレイはオタク文化における演者とキャラクターのジェンダーが逆転したコスプレのジャンルである。異性層とコスプレ。一方でクロスプレイに積極的なのはもっぱら女性であり、男性はかなり消極的であるという証言もある。クロスプレイはコスプレ界における大きなトレンドにはなりにくい。そもそもコスプレとは なりきるキャラクターと同じ装いをして堂々と振る舞うことであり、演者のジェンダー認識や性的思考の発信とは本来無関係だからである。着ぐるみやマスクによって男性演者の体や顔全体を覆い隠すことで女性キャラクターになりきるコスプレ集団、ドーラーもクロスプレイの延長として見ることが可能である。ABC テレサウィンジコスミングザイマジネーション オリジンズ・オブ・アニメマンガ・コスプレ。イン・フレンチ・ラニング・メチャ・デミア1、イマージング・ワールズ・オブ・アニメマンガ、ユニバーシティ・オブ・ミネソタ・プレス・ピアニッシモ、71から72、ベンボリング・マシュージ・ェイ・スミス、イット・ハップンズ・アット・コミコン、エセネグラフック・エッセイズ・オン、エーポップ・カルチャー・フェノメノン、マクファー・ランド・ P35 ・ハット、エリッサ・クロース・キー、コスプレイン・ライブレリーズ、ハウツ・ウェンブレース・コスチューム、 プレインユアライブラリーロマン＆リトルフィールドパブリッシャーズ P95 ハットフレンチラニングコスプレドラッグ＆ザパフォーマンスオブアブジェクションインティモシーパーパーマーサコーナマンガトピアエッセイズオンマンガ＆アニメインザモダンワールドライブレリーズアンリミテッド P79 ありがとうございます。